ドコモスマートシリーズ回 -03C は富士通によって発売された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモスマートシリーズの端末、2009年当春モデルの回 -0、IPX5、IPX8 等級相当の防水並びに IP5X 等級の防塵性能がある。当端末は当時の楽々本では一般的であった。 フルカラー液晶のサブディスプレイが搭載されている。仙台の回 -03B で搭載されていた UKL のサブディスプレイは廃止し、新たにフルカラー液晶のディスプレイが搭載されるとともに、背面タッチセンサーも新たに追加された。サブディスプレイは2.0インチのカラー液晶を備えており、センサーにタッチするとメニューが立ち上がり、閉じた状態でもカメラ、ワンセグ、 メールなど6つの機能を使うことができるほか、着信履歴や受信メール、スケジュールなども閉じた状態で確認することも可能である。背面タッチセンサー部は一つ前の画面に戻る、クリアキーを備えているほか、スクロールは指を上下あるいは左右をなぞるだけでできる。カメラ機能においては、CMOS センサーにソニー製の XMAR4 モービレを採用。3 b から、 継続採用されている、高性能画像処理エンジン、ミルビューとモバイルとの相乗効果で微妙な質感や、ディテールまで再現する。さらに、カイマイナス 0HC と同様に、最短約0.5秒の高速起動が可能で、撮影間隔最短約1.0秒で撮影できる、クイック撮影モードも備えるほか、新たに、フルハイビジョン動画撮影にも対応した。このほか、 相手の声を聞き取りやすくするために、人混みなどの騒音に対応した、スーパーはっきりボイスさんと、新幹線乗車中、歩行中、走行中の特定環境に合わせて、自動調整する、ぴったりボイス、マナーモードの設定頻度が高い場所を携帯自身が学習し、その場所に近づくと、設定切り替えを促し、さらに登録しておけば、次回から自動で、マナーモード設定に切り替える、 ロケーションマナーサポートや電車乗車中などに着信やメール受信があった場合に設定切り替えを促す乗り物マナーサポート携帯をかざすだけで街の情報をアイコンで表示する AR 対応ロケーションレーダーなどの豊富な機能を備えており突さの調べ物に役立つように工事園など15種類のマルチメディア対応本格辞書を搭載するまた 当端末は2010年度グッドデザイン賞を受賞している。12月21日より NTT ドコモオンラインショップ限定で自分好みのパーツを選びカスタマイズできるオーダーメイドモデルの発売が開始された。限定1万台となっており、画面下の部分にネームパーツが11種類から選べ、また3種類のフォントで好きな文字が入れられる。またワンプッシュボタンもは四種類の異なるデザインから、 選択することができる。オート GPS 対応以下のアプリケーションが購入時にプリインストールされているが、すべてのコンテンツを利用するにはあらかじめアップデートが必要で、コンテンツによっては外部メモリーを用意する必要がある。上記のアプリのほかドコモマーケットなどから様々なアプリケーションのダウンロードが可能となる。ありがとうございます。